はい、鳥取城の三階櫓ですね。ここに大きな山荘の櫓が建っていたと、まあ、こう写真でもねはっきり書いてありますよね。まあ、どうしても天守が山頂にあって焼失後はですね、まあ、こちらが天守の代用という感じであったみたいですよね。こちらがこんな立派なね山荘の写真ですからね、これね、はい、間違いなくありましたということで、はい、ここはねまるで天守のような入り口です。まあお城の規模によっては十分天守として通用できるというものになりますね。メートルでちょっと書いてないんで分かりにくいですけど、6軒っていうのはね、18メートル、20、20、天守櫓橋ですのうちはこのぐらいの焼酎ものと。1692年に、焼失したようですよね。ですからまあ江戸の中期、元禄ですからね、中期にまあ天守がなくなってしまったと。これ下から見てもこの天守すごく、天守台じゃない、三階櫓すごくいいですね。でも天守台って言っちゃいますけど、天守台と思えるほどの規模ですね。ここから山麓を見ていただくとこういう感じですね。これは洋風の神風館とかいうみたいですけど、これは学校の方が三の丸と。で、あの橋のね大手門、あそこから今日入ってきました。桜を見ながらと。今二の丸は本当に人が少ないのでちょうどいいですね。三階櫓上は今映したんでそんなに見晴らしがいいということと、まあ、こんな感じで石垣が、ね、この上に櫓が実際建てたわけですからね、大きいですよね。住山蔵とは思えないような規模ですね。まあ、こちらにもねもう一回映しちゃいますけど、はい、ちょっとハート石を探したりしてますね。これですよ、土台がしっかりしている大きい石垣の上には必ずやっぱり大きい建物がねあるっていう、まあ当たり前ですけど、大きい建物を建てるための土台ですからね、しっかりした普通の2層級とか1層の平屋蔵とかではない、かなり重さも大きさもありますからね。ここがその入り口、下から登ってくるところになりますね。こちらは二の丸になりますので、少し離れないと入らないぐらいのね、ここ二の丸ですね。規模としてはこんな感じですね。御三階櫓についてでした。